こんにちは。社会保険労務士の山本です。今日は動画のサイトを見ていただきましてありがとうございます。この写真は新聞記事として公で公開されているものを編集したものです。もはや語らずともどういう状況かはお分かりかと思います。労務管理上、小売業という実態からして不衛生で不管理の中で、まあ、アイスケースの中に入るというようなことは、そういったことをですね、不特定多数の方が確認できるツイッターという、公の場で公開するということは、いわゆる服務規律違反になると考えます。そもそも就業規則には、服務規律を規定し、従業員として行うべきこと、行ってはいけないこと、ルールとして守るべきことなどが会社の規律としてルール化し、これに違反をした場合には相応の懲戒処分と実損害に対する損害賠償請求がされるとしています。懲戒処分としましては、大体 1,2,3,4,5、5つ、種類がございまして、1つは訓戒、戒めることですね。続いて減給、お給料を下げますということ。続いて出勤停止、もう出てこなくていいです、一定期間はということですね。それから、降格、降給もそうですけど、役職を下げるとか、お給料を下げるとかもそうなんですが、そういったところですね。そして最悪の場合はですね、懲戒解雇等の制裁を科すというようなことがありますので、それらは就業規則で制裁する理由、事由とそれに対する制裁の種類、程度をきちんと定めておく必要があります。そして、今お話しした内容で、2つほど注意点がございます。1つは、減給の制裁というものは労働基準法で制限がされており、1回の制裁事由に対する減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払い期間の中で複数の制裁事由がある場合にも、総額が賃金支払い期間での賃金総額の 10% までとされています。もう一つは、それは、実害に対する損害賠償は、実際上行っても全く問題ありませんが、それらを事前に防止したいがために、あらかじめ損害賠償額を定め、例えば雇い入れ時等で本人に制約させることです。これらは労働基準法の方で、してはなりませんという項目に入っております。今回このようなケースは、購買されるお客様へご迷惑をかけるのみならず、会社の信用失墜につながる行為であったということで、十分服務規律違反に該当するものであり、懲戒処分の対象となると言えるでしょう。このような、ブログ、ツイッター等の SNS を利用したインターネット上での安易な個人の発言や、社メール等のを公開するというようなことが、このように社会に影響を与えてしまったり、会社の営業情報漏洩につながっていたということを件は、近年確実に増えてきていると言えます。以上です。